はい、どうも、ブシです。プロスピエスやっていきたいと思います。ってことで、お久しぶりの動画になります。ちょっとプライベートの方がね、もう忙しくて、そっちに時間を費やしてたので、また今回からスタートしていきたいと思います。ってことで、今回やるのは、累計報酬、溜まりまくってるので、そちら引いていきたいと思います。バトルスタジアムの契約書、引いていきたいと思います。あと、Sランク契約書も引いていきます。ってことで、まず Sランク契約書からいきましょう。さあ、誰が来るかな？もうちょっと最近ね、ちょっとプライベートの方でいろいろ時間使ってるんで、ちょっと動画もちょっと出せないんですよね。ってことで誰が来るんでしょう。来た。そろそろ前回前々回って結構神引きしとったから、もう引き運落ちてきてるかなと思ったら、さらに追い打ちで来る最強来たか。さあ、ではバトルスタジアム契約書引いていきたいと思います。今回の狙いの選手はロッテ井上選手、日ハム杉谷選手、ヤクルト村上選手ぐらいですかね。ってことで引いていきましょう。いやー、吉野さん来るか、まさかの。焦らすなー、ほんま。まあこれであのあれですね、継承の方もやっていきたいんで、いい機会だと思います。だー、誰が来るんでしょう。森下選手か。いや、森下選手も強いんですけどね、リアタイではちょっとかなーって感じですね。まあリーグオーダーに入れるならありかもしれないですね。いや、なかなかの引きじゃなかった。まあでも多分次ぐらいから落ちるんじゃないでしょうかね。はい、ってことで OB チャンピオンシップスターズからベスト9で、そっからドリームキャラバンのボックスの報酬などを引いていきたいと思います。ってことで 30% 契約書、 10% 契約書から引いていきたいと思います。ってことでいきましょう。いやー、久しぶりの動画なんでね、ちょっとまあ緊張みたいな、なんかな、久しぶりな雰囲気しますけども、まあちょっとあの計画などをちょっと立てたので、でまあちょっとこういう感じになっています。ってことで丸選手、はい、森脇選手、わー知らんな、俺は使ったことないからな。はい、ラストいきましょう。あー、シャギワ選手。さあ、ってことで、次 S ランク客勝引いていきたいと思います。ってことでいきましょう。いやー、ちょっとね、このチャンネルでもちょっとまた報告させてもらうんですけども、いろいろちょっとやろうと思ってることあるんで、そちらの計画も立っていますので、糸井選手、まあそちらの動画ももし見ていただければなと思います。OB チャンピオンの方から行きたいと思います。OB チャンピオンは、あんまり覚えてないんですけども、田村選手、で、ローズ選手、あと誰おったかな、ほぼほぼ当たりのキャラが多いんで、まあ誰来てくれてもいいと思います。ってことで引いていきましょう。まあそんなに外れはないと思うんで、まああとは俺が使うか使えへんかの問題ですけどね。さあ、誰が来るんでしょう。あ、岩村選手もあったな、確か。あ、ローズ、はい、切った、ありがとうございます。ローズ選手強いよな、特殊能力も強すぎやろ。ってことで最後ベスト9タイトルだ、こちらちょっと選手見ていきたいと思います。甲斐選手、ああまあキャッチャーね、まあもうこの人って言ってもいいぐらい、ほんまにすごい選手だと思います。なんか去年あたりからめっちゃ打ち出すようになってるんで、ちょっと怖いんですよね、まあロッテ戦の時も。石川修太選手、ダルビッシュ選手と合同実習でしてたんが、ちょっとやっぱ頭に浮かびますよね。で、あと、まあ友達がももクロ好きなんで、それでよくまあ話してますよ、もう。石川選手はまあ好きって言ってましたね。推しの選手として好きって言ってました。モイネロ選手ね、このドロップカーブまでついたんですよね。マイカーブやったんですよね。日本シリーズもなんかすごかったですよね、もうほんまに。存在感が半端なかった。栗山選手はね、俺あんまり印象ないんですよね、ベスト9の。まあ見てないからかもしんないんですけども。まあ確かに、今年のセーブの中では多分打ってる方かな。外崎選手もいいですね。俺めっちゃ欲しいんですよね。やっぱ守備適性 B で、まあ、特殊したらまあ、A になるんですけども、まあ、バッティング走力ももう、文句ないですよね。はい、大地選手も欲しいけどな。A 乗ってんやな。これはちょっと欲しいかも。いや、ロッテの時もね、やっぱ、いい活躍してたんですけど、やっぱ楽天行ってもやっぱいい活躍しますね。まあ、どこ行ってももう、大地選手はすごいと思うんで。まあ、ベスト9に選ばれてもおかしくないと思います。はい、中田翔選手、大将ですね。まあ、ミートもうちょっと上げてほしいかな。ミート上がったら、まあ、スタメン確定やな、ほぼ。
はい、吉野選手、さあ来ましたね。もう最強が、最強選手が来ました。もう文句ないっすよね、ほんまに。欲しいよ、ほんま。坂本選手、いや、この中で一番欲しい選手である。やっぱね、ショートの更新が欲しいんですよね。今、ちょっと井端選手、守ってもらってるんですけども、まあ、坂本選手はもう、まあ、調査で持ってるんで、で、まあ、A も一応、確か2枚あったかな。もう特殊能力も問題ないです。はい。近本選手、守備、あれなんですね、B 乗ったんですね。なんか前、めっちゃ阪神ファンの方から、もっと上げろみたいに言われとったらしいですよね。まあ、これも友達情報なんですけども。福選手、まあ、俺は、買わんかな、リアタイとかでは。鈴木誠也選手ももうゲットできたらもう継承します。はい、文句なしの守備でミートパワー走力、まあ補給だけもうちょっと上げてほしいかな。怖い。青木のリチカ選手、いやー、青木選手もいいですよね。38歳、この能力はえぐい。イチローさん出てきたらこれぐらいの能力ぐらいやと思うけどな。多分それ以上いくかもしれんけど、30代後半と思われへんぐらいの能力。さあ、ということで、ベストナインタイトルホルダー、大ちゃん、引っていきたいと思います。ということで、行きましょう。さあ、誰が来るんでしょうね。まあ、お目当ての選手は坂本選手かな。まあ、鈴木誠也選手もいいですけども、殿崎選手やら。はい。さあ、誰が来るでしょう。吉野選手。いや、嬉しいな、これは。継承しよう、これは。ありがた。いや、2021年入ってから俺だいぶ引き上がってない。え、確率上がってるわけじゃないよな。一緒やな、去年と。そんな当たる？いや、神引き多いな。さあ、Sランク契約書ベスト9アンダータイトルホルダーの第2弾引いていきたいと思います。ということで、今回のラインナップ見ていきましょう。千賀選手は S ランクのシリーズ2で持ってるんでね、化け物ですよね、お化けフォーク。中村晃選手は俺は必要ないかな。源田選手も俺はいいかな。坂本選手は欲しいんやけど、源田選手はね、やっぱ弾道がちょっとね、もうちょっと上がってほしいな。低弾道じゃなくて。涌井選手もね、楽天行ってからなんかいきなり成績良くなりましたんでね。ロッテの時も、まあ、活躍してましたけども、楽天行ってからの方がちょっと輝きましてますよね。近藤選手は前も言ったんですけれども、俺は使わない。はい。吉田正尚選手、はい、こちら今回の一番の狙いです。前のやつもね、前回のベスト9やったかな。はい、その時のやつなんで、ミートパワーもう申し分ないですね。はい、走力もね、 B に乗っかるかなって感じなので、第2弾でいっちゃん欲しい選手です。大城選手も能力的に結構高いんやな。俺もうちょい低いと思ってた。丸選手もシリーズ2で持ってるんですけど、やっぱ欲しいですね。スアレス選手は確か吸収がなかなか多いよね。んで、投手適性は全部 S ということで。まあ、なかなか使えるんじゃないですかね。祖父江選手も選ばれるようになったんですね。俺は知らないですけども。高橋周平選手、シリーズ2前当たってね、まあ、今回のタイトルホルダーもいいですけどね、はい。当たっても嬉しいです。菊池選手も欲しいですね。まあ、山田哲人選手の次に、まあ、殿崎選手の次に菊池選手っていうぐらい欲しい選手ですね、セカンドの中では。村上選手もね、いっちゃん欲しいですね。はい。やっぱファーストの枠でね、あ、ちょっとスローイングと補給ちょっとあれやな。ちょっと厳しいな。まあ、バッティングの面では申し分ないです。さて、今回の狙いは吉田正尚選手ぐらいですかね。今のとこパッて思いつくのは、あと村上選手ですね。引いていきましょうか。はい、行きましょう。いやー、そろそろね、なんかもう前回、前々回、前々回、もうだいぶ引きいいんでね、そろそろ落ちると思うんですよ。まあでも、ベスト9ではね、まあ、選ばれる選手は強い選手ばっかりなんで、まあ、外れはほぼないっすね。ってことで、誰か来るんでしょう。はい、中村晃選手か。俺使わんのよな。ラインドライブとかいうね、あんま使わないんですよね。はい、ってことで今回の動画もいかがだったでしょうか。まあ前の引きがね、エグかったんでね、ほんまに現実かなって思うぐらいやばかったんで、まあまたこれから普通にやっていきたいと思います。ってことで今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。